究極のあの捕食音と、はい、それとポッパー音の両方が出しやすいんですね。こっち側のウィードレスのやつとこれはほら自他格じゃない、どっちかっていうとフラホッパーのこれの場合はあのこれで音を大きく出そうとするときの多くの人の失敗はロッドストロークのスピードが速すぎ、速いから水を弾いちゃう。そうじゃなくてロッドストロークをもっと遅くしてゆっくり引き切ってくる。そうするとこれがものすごい勢いでわーっつってものすごい量の空気を引き連れて若干潜るんですね。でその音とその空気の量は相当のデカバスが捕食した状況を作り出してるし、でそれで周りの魚の競争心を煽ってるんですね。で僕は昔からこのルアーはもうランカー狙いに徹した時、例えばサイズリミット、サイズバグリミット釣っちゃってトーナメント中にサイズリミットを上げたい時とか、例えばもう今日は朝からもうストライクは1回でいいからデカバスだけやりたいっていう時にはものすごい効くんですね。だけどこれもずっとね数を釣ろうと思ってちょこ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 やってたら釣れないことはないんだけれども、それだけだったらポッパーで十分。で僕がこのルアーがやっぱり一番好きな最大の理由はチャガー音を有効に作れるだけじゃなくて、チャガー音の効果にその空気を引き連れるっていうのを考えた時に一番それが出しやすい。だから昔から僕これフロリダからアラバマあたりの障害物の多いエリアっていうのはもう典型的にこれなしでは考えられないぐらいデカバスを随分出したことのあるルアーです。チャガースプークと、うん、これの使い分けはどういうふうに使うんですか。同じチャガ音を例えば出すにしても、うん、このルアーになったり、こっちの方が僕の場合チャガースプークの方が透明度が高いところの方が使いやすいんですね。なぜかっていうとこれはねループノットを使うと首振りができる。水中に入って水中でダイバンドトゥイッチってこうやって泳がすこともできる。こっちはねそれができない。こっちはどちらかというと僕の場合もっともっと障害物が密になってる中からデカバスを引き出すとき、こっちは例えば枯れ立ちだとか、例えばロックパイルがいっぱいあるような点在してる中、透明度がいいリザバーを含めてそういうところでボコンと音を出してランカーを引きつけながらも動きで魚を誘っていく場合、こっちの場合にはどっちかっていうと透明度がもうちょっと低かったり障害物がもっと密だったりした場合にボーコンっていうその大きな音と同時にその出すあぶくの量で確実にルアーの位置を教えておくんですね。でそれからボコンって浮かび上がったら典型的なもうトップウォーターの使い方ずっと浮かしておくんです。浮かしといて魚が我慢しきれなくなるか僕が我慢しきれなくなって動かすかっていう根比べをするぐらいずっと置いといてあげたりするんです。で動かそうとする前にほんのわずかちょこちょこって動かしたりするとこのスカートがなんかふわっと動いたぐらいの動きでも下でじっと見てますんで気になって、そうするとドーンと突き破ったりするんですね。だから僕がね典型的に好きだったポイントはビリーパッドの周りとかそういうところでこっちが好きで、こっちはどっちかっていうともっと透明度の高い三条湖とかね腎臓湖的なところでよく活躍してもらいました。